株も FX も、うん、みんなの多数決で動いてるんですね。みんなの意思で動いてるわけで、はい、それを読むっていうことは、うん、まあ、雰囲気を読むって思ってるんですけども、うんうん、今は強気だからこうしようとか、うん、逆に今は弱気だからこうしようとか、雰囲気に合わせて自分のスタイルを変えれる方が僕は強いと思ってるんですね、うん、なので型にはめない。でもそれも臨機応変ができるようになってくるとルールそのものがなくなっていくんですね。あ、移動平均線っていうのはその期間の平均の位置なわけですから、はい、どっちかというと需給を測ってるために見てるので、うん、ここで買うここで売るとかじゃなくて、うん、みんなが今どういう状態かを把握するために見てるっていう感じですね、うんうん、結局は向いてる向いてないよりどれだけ努力するかっていう方が圧倒的に大事だと思うので、それをどれだけやるかじゃないですかね。受験勉強も将来を決めるかもしれないですけど、はい、でも FX とか株によってお金を稼ぐっていう方がよっぽど人生を左右するかもしれないのに、でもみんなそこまでの真剣さでやってないんですよね。やってないっていうことはやればそこに差は生まれるわけですから、うん、やらない人との差は生まれるわけですから、まあ、それをチャンスと捉えてみんなやってないからたくさんやる、うん。